皆さんこんにちは、カンボジアマサトです。今日はですね、カンボジアの僕が住んでいる首都プノンペンからお送りしています。今年1年カンボジアマサトチャンネルおよびエースマネジメントを応援いただき本当にありがとうございました。無事会社としても4期目を終えることができまして、1月1日から、ね、5期目を迎えることができます。本当に、ね、ここまで来ることができたのは本当に、ね、たくさんの方が応援してくれるおかげで、無事、ね、走り抜けることができました。直近でいうとジャパングランプリですね。ジャパングランプリも本当に、ね、たくさんの企業さんであったりだとか、クラウドファンディングで支援してくださる皆様がいるおかげで、なんとか無事に成功することができました。僕たちが、ね、まだまだやりたかったことというところには及ばなかった部分はあるんですけれども、まあ、本当に、ね、2000人を超える方々が会場に来てくださったりだとか、本当に、ね、選手がたくさん協力してくれたおかげで思うように、ね、プロモーションができたというところがあったので、また次回に向けていいデータも取れましたので、また次回しっかり挑戦していきたいと思います。僕のあのカンボジアのマサトチャンネルはですね、6月の1日ぐらいから多分半年間ですね、ずっと毎日投稿という形で、今日までね、年末2023年終えるまで毎日、ね、投稿することができました。本当にそれができたのも、まあ、見てくださる方、まあ、コメントを、ね、してくださる方がいるおかげで今日まで続けてくることができて、まあ、一緒に、ね、撮ってくれる仲間が、ね、いてくれるおかげで、なんとか、ね、チャンネルも2018年ぐらいからやってるんですけど、無事、ね、5年目を終えることができました。まあ、まだまだ YouTube も、ね、発展途上ではあるんですが、まあ、みんなが、ね、楽しくやっていけるようにこれからも頑張っていきたいと思います。2024年もエースマネジメントカンボジアのマサト、いろんなことに挑戦していきますが、ぜひ応援してくれると嬉しいです。それでは皆さん、良いお年を。バイバイ。